今マリオテニス64って言わなかった。ちょもう一回聞いていい？マリオテニス64 マリオテニス64っていいじゃん。すごいなんか中二病の時期なんだね。こんにちは、シュウです。今回はマリオテニス64やって買おうかなと思います。うおいいね、左下キノピオ。これなんかすごいな。絶対中に人入ってるタイプのキノピオだよね。これやってこうかなと思います。あ、すげー見て。あんまこれ実はちょっとだけやったことあるんだけど、ほとんどやったことないんだよね。左下トリッキーとか書いてるね。テレサトリッキー。いやーどうしよう、私こういうの基本的にテクニック系使えないんだよね。テレサとか、まあマリオでいいかな。よし、これでいこうキノピオ気になるな。あ、ダブルスあんじゃん。ダブルスやろうよ。なんだこれ、どっちでいいんだ。とりあえず短いのでこれかな。あーどうしよう、私の相方ね。まあ我々最強兄弟いくか。まあこの兄弟に勝てるのは正直ヘマキンとフェイキンぐらいしかいないだろうね。お強さ、お最強とかある。え、どうしよう、まあとりあえず最初強いにしてみようか。で敵どうしようかな。これ星ってなんだ。ああ隠しキャラかな。隠しキャラとかいるんだね。なんかディディーコングとかいそう。あ、さっきの中に人入ってる人にするか。まあこれも強いでいこうか。でヨッシーちゃんかな、私の好きなヨッシーちゃんでいこうか。これでうわ超久しぶりにやる、楽しみだな。これ今スイッチでできるようになってるんで、今日からスイッチでできるようになってやろうかなと思ってやってる。さあいいね、 Wii スポーツとはまた違うこの緊張感だよね。私打つよ。はい、おおお見て見た、ルイージの煽りプレイ見てて。うわすげえ、相手がメンタルからやっちゃう。もう一回やってルイージ行くよ。うわすごいね、メンタルから削ってくんだねルイージ。これ審判に注意されないのかな。ルイージって待って、ルイージガチ強い、ルイージガチ強いね。さすが返金と、あールイージ止まい、肩を並べるだけあるね。ターミオルイージ任せた私に。私あんまテニスゲームは上手くないんだよね、基本的に。スポーツゲームは私あんま上手くないからね。ルイージ、いやルイージおしゃしってか、いやいいルイージ、あれ見してルイージの舞決めようぜルイージ、我々の行ってくれ、任して任してルイージ、いいいいチームワーク、イエー、いや決まったねルイージ。さすが私後ろです。はい、今の私、わし一回下がってみようか。これぞね圧倒的防御力ね。オッケー任してルイージ、私にいいよルイージ、これこれやられることないじゃんこの二人鉄壁だと。いいねルイージ、ここで私に任して。オッケールイージ、オッケーうえーっルイージの煽りプレイすごい好き。いつかそれネットにさらされるからねルイージ、レジ頼むよ。いい、我々強いのかもしれない。これ確か取っちゃダメなんだよ。あ、ごめん。すげえ。ルイージすごいブチ切れてたんだよ、後ろで。これ確か取っちゃダメなんだよ。あ、ごめん。ごめん、今ちょっと当たんないと思ってた、普通に。あぶね。マジ申し訳ない。それはガチ私申し訳ないわ。いいよ、私テニスゲーム下手だからね。オッケー、うまい、いい、すごい大活躍、こっち、うわーごめん、あルイージサンキュールイージ、オッケー任せルイージ、ここ刹那の見切り、ここテニスは一人でやるもんじゃないからね。みんなバカ下手くそ、だいぶ二人の絆ってごめんだいぶ二人の絆高まってきたね。結構いける、前は任してルイージ、この信頼関係が大事だなって最近気づいてきた。右は任してルイージ、右に来たら全部私は取る、命に代えても。さあこれ後ろ対決だ、来たー来たー、よっしゃー、これ取ったら勝ち。ごめんちょこれ無理だ、ちょごめん今のは本当は申し訳ない、今のはちょっと相手のサーブからのキノピオのタクティクスゲーだったね。
やり返す。ここ右、いやーうまい、私タイブレイクだって。これ7点取った方が勝ち。きた、煽りのルイージ全員に、いやー素晴らしい、ガチで素晴らしい。ルイージ、これちょっと次レベル上げてみようか。オッケー、やばいな我々。いやーうまい、このフナギンフェンギンコンビ、これ倒せる。相手ちょっと最強にしてみようか。これ勝ったらもう勝つ前提になっちゃってるけど、やばいルイージ、危ないルイージです。任せろ任せろ、やばい、みんな勝てると思って無言でやってたんだけど、ここに来て相手の精度がかなり増してるね。と言いつつ決めちゃうのが僕。うわ見て、なんか審判マリオじゃない、あれ。ちょ待って、審判になんかマリオいるんだけど、あ青マリオいるね。すごい、生き別れの兄弟にここで出会っちゃって、すげえ集中できない。メンタル攻撃か、これが相手の。うわすげえ気になる、審判マリオ。マリオで青ってあんまいないよね。なんかヨッシーだといろんな色いるじゃん。初めて見たね。ルイジ頼むよ。うまいね、今のはキノピオがすごいうまい。相手が褒めるべき。オッケー、これなんかつ、あーそれはでかすぎ。あと2点かな。さあ落ち着いて2人で前でようぜ。いいねこの圧力、先輩の圧みたいなね、挨拶しろよみたいな、それぐらいの我々。あーごめん、ただ64だ。64 64フラグだったんだね、やばい。今あっちの変身が悪かったね。ルイジ頼む、決めるよ。私ここここここっち、右サイド来たら全部あっちが責任持つ、本当に。左は全部ルイジに託す、これが我々兄弟最高の絆。血がつながってるということは弟のことが手に取るように分かる。いや面白かったね、すげえ面白かった。いや気になるな、64何回。じゃあ今回これで終わろうかな。次回最強だね。ルイージーもちょっとだけ最強触れてみる。まあ我々この黄金コンビに勝てるのはね、あの2人しかいないからね。これどうなる、クッパ最強の、うわー人生イージー、悪イージーにしようか。ポケモンの鳴き声みたいだね、ピカチュウピカーみたいな。悪イージー、悪イージー。一回ちょっとだけ感覚見てみようか、最強の。ただうちには煽りのルイージーがいるからね。どう出る、何煽りのルイ、何こいつら、こいつらできる、任せろ。くっそ、ちょ待って、マジ我々最強コンビに勝ってくる。さすがです、さすがです、信じてるよいつでも。あいつ上手すぎだろ、あのじ、しかもなんか今目が七色になったね。どうしようかな、外に逃げるボール。いやうまいこいつら、ナイスルイジ、ガチナイス。ここ決める、あっち、あの悪い石マジで高い、あのす、いやあの悪い石防御力がかー、目がいちいち光るんだよな、七色に。なんかありそうだね、アニメの世界でレインボーアイみたいな、あらゆる弾を見切るみたいな。オッケー、ルイジありがたい、任して、ごめんごめんルイジ、待ってガチ強、オッケー、うーわちょこれリベンジすら、みんな次、いやよくないな、負ける、ウェイフォルト、負ける前提はよくないけど、ありがとうルイジ、ここ。いやちょみんな
次回リベンジします。ちょっと強すぎる。